丸をつけてましたけど全然ダメです。全部一文一文改良してるんですよ。いや難しいでしょこんなの、早稲田の問題で解けないよ当然。はい、始まりました、もてつチャンネル。さあ今回はですね、ドラゴン桜第8話で天野が書いていた英作文と、岩崎がわからないから教えてって言ってた英語の問題を解説したいと思います。天野のですね、東大模試はですね、藤井が天野のやつできてんじゃねえかっつってね、丸をつけてましたけど全然ダメです。あれに丸つけちゃダメでしょ、藤井全然英語できないぞってなっちゃいますんで、はい、そちらを解説したいと思いますし、岩崎楓さんがですね、やってた方ね、小杉さんにどうやってやったらいいの教えてみたいに言ってましたけど、あれ早稲田の理工の2006年の問題ですよ。まあ、わかんないです、どの参考書だったのか。ちょ、55ページって書いてあったけど、後ろの提供のところに数件出版が加わってたから、数件出版の参考書なのかなとちょっと思いましたけど、早稲田の理工っていうのは非常に難しいですから英語。2006年がどの程度難しかったのか知らないんですけど、まあ今は僕は日本一難しいっていつも言ってますけどね、早稲田の理工の英語は。この当時は分かんないんですが、まああの問題もかなり難しい問題です。では、天野のライティングとその早稲田の問題を解説していきます。はい、それでは見ていきましょう。まあね、トピックは映ってなかったですけど、流行というものはメディアによって生まれるものなのか、それとも人々の好みによって生まれるものなのかっていうような内容だっていうのが書いてあるものからわかるんですね。では見ていきましょうか。 Trends arise more from people's tastes than media's influence。 まあこれはあんまりちっちゃくて判断はできないんですけど、どうもですね、 T の癖があります。多分書いてる本人はですね、大文字になってるとは思ってないとは思うんですが、 T が大文字に見えます。後藤の T が全部ですね、まあ途中からもう小文字に変えましたけど、 The とかさ、 They とか後藤に来てるやつ全部大文字に見えますんで、これはね、よくやる間違いなんで直した方がいいです。 T の書き方ですね、後藤の T を文中に大文字で書いちゃう人ってめちゃくちゃ多いので、減点対象になる可能性がありますので、書き方気をつけましょう。続いてですね、今回スペースがなかったからそのまま書きましたけど、本編見るとね、全部一文一文改行してるんですよ。ダメ、絶対やんないでください。一文一文改行って採点してるがすごく嫌がります。見づらい。改行するのはパラグラフを変えるときにして、はい、だからこうやって今書いてますけど、だからここで改行されてて次の文、次の行に行って非常に見づらかったです。はい、メディアの影響よりも人々のテイストによってトレンドっていうのは出てくるんだよって言ってます。まあテイストね、どちらもいいです。加算不加算両方あるので、テイスト、テイスト、まあテイストの方がいいんじゃないかっていうネイティブはいますけどね。はい、で、 The media promotes products ね、メディアは複数形も不加算も両方あるので、 promotes でいいです。別に promotes promote いけます。で、 products ね、商品を紹介、まあね、 but if people don't like same thing、 まあこれ文法上間違ってますね。 the same thing ですね、同じものってやつで、まあもしこの products 全部を受けるんだったら、 like them みたいな感じで複数にして、 them、 they のまた how they にしますね。で、まあ一個の商品だけ、一つの商品だけで言うんだったら the same thing、 it will never become popular no matter how the product is repeated in the media、 はこれも完全に文法間違ってますね。これは無理です、さすがに。まあ直し方はいろいろあると思いますが、まあ no matter how much the product isrepeated と意味が分かんないので、繰り返されるだったら promoted とか advertised とかね、宣伝されるっていう風に言うことだったらできるかなと。まああとは place とかね、 place the product とかって言ったりしますね。商品テレビとかで出す時とかに言うんで、 product placement とかって言ったりしますね。で、 for example they often talked about new food、 あ、ここ the media だったかな、本当の書いてあったのは。あ、ここ the media ですね、書き換えますね。よいしょ、ちょっとちっちゃくなっちゃいますけど、 the mediaOften talked、 なんでここが過去形なのかわかんないですね。さすがにこれおかしいでしょ、なぜここだけいきなり過去になったのが。新しいフードについて話してた、 talks s にしようとしてたのかなって思うんですね。 talks about new food but they only become、 まあこの辺も本当に大文字にしか見えなかったんですけど、 if they suit many people's taste、 フードでもし指すんだったら it の方がいいですね、これね。 they じゃなくて、 it will only become popular if it suits many people's taste、 so the trends finally って、なぜこんなとこ行きゃ finally が depends on people's taste、 これははい、呪術が合ってないですね。複数と三人称単数の S 両方についてますね。
まあ、the trend とかっていうのがいいんじゃない？この一個のトレンドにね、言うんだったら、the trend depends on people's taste。っていう形にすればいいんじゃないですかね。はい、という形でこんだけいろんなミスがありますから、やっぱりこれが丸っていう風になるのはちょっとおかしいかなと思いますね。さてさて、続いて2問目です。2問目はちょっとね、わかんないんですけど、だいぶ文字数が少なくなってましたね。和文英訳なのか自由英作なのかは判断できないんですけど、回答用紙からは。まあ何かミスがあった時にね、ただただ子供を助けちゃダメだよみたいな感じですね。自由英作なんですかね、どうなんでしょう。はい、見てますね。Yeah, children will not grow if we help when there are something wrong っていうのはちょっともうむちゃくちゃですね。特にまあこの辺がよくわかんないですね。まあ何か間違いがあって時に助けちゃうと子供たちは成長しませんよってことを言いたいんだと思います。この辺もなんて言ったらいいんでしょうね。まあ何かしらの成長はするんで、 cannot grow correctly とかかな。 if we help、 まあ全部入れてもいいですけど、 if we help them when they、 まあここはもう無理なんで、何かが間違ってるっていうのを言いたいんでしょうけど、簡単なのは when something is wrong って言えばいいですね。多分こうやってやれば簡単に言えると思いますね。どうだったんでしょう。 There is something wrong とか言いたかったのかな。何なんだろうね。彼らが間違ってるって言いたかったでしょうか。わかりません。はい。次が We should not help them every time。まあ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 、いつでも助けるべきじゃないとかね。During the childhood、まあ there の方がいいかな。During their childhood、parents はまあいいんですよ。Their parents っていう風にまあするでしょうけど、たださっきまで We だったんですよこれ。主語がいきなり変わったんだよね。うん。だからちょっとどっちかに統一した方がいいんじゃないかなと思う。で、こっち we のところ、their parents で行くのか、we で行くのかを統一した方がいいかなと思いますね。We also grow by being patient。まあ、日本語的ってやつですね。by プラス ing っていうのは多くの人が使うやつですよね。でもなんか we grow by being patient。我慢することによって、忍耐強くなることによって、parents が成長するって感じかな、こう書いてあるのは。まあ、それだったら we also learn patience とか、その忍耐ということを学ぶとかした方がいいんじゃないのって思いますけどね。patience とかじゃなくて、ただただもう learn from them みたいな形にすれば、なんか子供たちからも学ぶことがありますよとかっていう風にできんじゃないかなと思いますけど、ただまあそれとちょっと助けると繋がんなくなっちゃうんで、自由英作文だった場合に助ける、忍耐することをね、こう我慢することを学ぶとかにした方がまあまあまあ繋がりはあるかなと思いますけどね。親も我慢することが必要であるとか、ちょっと繋がりを表してほしいですけどね。因果関係とか理由とかね、見せた方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと和文英訳だったらわかんないですけど、という感じです。まあ頑張ってると思いますよ。ただやっぱまだまだいい点が来るまでにはちょっと遠いって感じかな。多くのね、受験生がするミスが出てますんで、学ぶことはできると思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、続いて岩崎さんが困っていた問題ですね。この並べ替え問題です。この enough, want to, like to, them, will be っていうですね、これの並べ替え問題ができなくて困っていました。いや、難しいでしょ。こんなの、早稲田の問題で。解けないよ、当然。で、これはまあ、先週の総計クラスでも言ってるんでね。浪人にも高3生にも言ってると思うんですが、この並べ替え問題っていうのはですね、品詞のトリックに気をつけなきゃいけません。どういうことって言ったら、動詞なの？それとも別の品詞なの？っていうのを判断しなきゃいけないものです。例えば、want 動詞になりますね。like 動詞になりますね。be 動詞になりますね。で、動詞になれるものが3つある。でも、接続詞みたいなのはいないよ。さあ、どうやって説明しますか？っていうやつ。で、別に動詞とは限らないわけですよ。want っていうのは名詞になれる可能性だってありますね。逆に、あれこれ名詞だなって思ってたのが動詞だっていうことだってあるわけです。この esteem っていうのだって、これ名詞で出てくる。普通は尊敬とか。でも明らかにここ esteem them って来てるから、あ、動詞で使われてるんだなっていうのが分かったりするんですよ。こういう風に品詞のマジックがあって、そういう時にヒントになるものっていうのはですね、この B 動詞と代名詞っていうのはめちゃめちゃ大きなヒントになることが多くて、them って書いてあったらもうこれ 100% 何かしらの目的語ですからね。
もう決まるんですよ、1が。で、B 動詞ってもう B って書いてある、もうこれ原型ですね、100%。他のやつはほら、原型とか現在形っていうのがあったりして、どっちかなって判断しなきゃいけなかったりするわけじゃないですか。まあまさに瀬戸が説明してましたよね。マストの後ろは現在形ですって言って、違います、原型ですってね。B ってもう原型しかないんで、現在形だったら is とか are ですからね。で、そういったヒントがあります。で、ただそれだけじゃダメで、やっぱり有名構文、有名フレーズっていうのが出る。でも今回は明らかに enough の前に副詞や形容詞が置かれるよっていうのを気づかないといけないね。もうこれは並べ替え問題超品質で問いたいポイントです。で、これが文法的に分かっていてほしいこと。で、あとは意味が分かってればできる。意味が分かってないと大変ですね。これ文脈があるんで、これ長文中なんで、この上とか下にまだ文があるので、それを使えばなんとかなる。ただ esteem とかわかんない人も多いし、 whether it's the way you shake hands or order a coffee ね、こう shake hands するとかコーヒー頼む、 evidence of an ability to mirror the customs and gestures ね、mirror、 これがほら真似るっていう動詞の mirror ですね。鏡ってことが真似てるわけですよ。だからその証拠っていうのが shake hands の仕方だったりとか、コーヒーの頼み方だったりとか、そのあなたが習慣とかジェスチャーを回れる。 The people around you、 これだから外国の別の文化の人たちの話なんで、その人たちのものをね、真似することができるんだよっていう。ん？ウィルが抜けてる。おかしいと思った。今なんで気づいたかって、手術が合ってないからですね。エビデンスだったらプルーブズじゃんって思った。ウィルプルーブですね。よいしょ、はい、証明しますよ。では私はあなたの文化のようにできますよっていうのが、あなたがその人たちのことを尊重していて、そう真似するっていうのがね、ヒントなんですよ。それが分かっていれば、これぐらい尊重してるんだよ、彼らみたいになりたいよって思うぐらいってことですね。はい。well enough のこの語順。enough to do ですね。で、want to be like them。そう、like は前置詞だったっていうね。で、them は前置詞の like の目的語だったんだよってことに気づかなきゃいけないっていう、そういう問題だったわけですね。まあ、この後ろにもね、ちょっと彼らのようになるっていう文脈が出てくるので、そこで分かったりもするんですけど。というので、これ、両問なんですよ。実は解説したことがあります、昔。はい、こんな感じですね。助けてっていうね、終わりましたんで。はい、助けてみました。今のアドバイスはもう届く前にドラマ終わってしまいますが、ぜひ頑張ってください。もうね、来週共通テストなんでしょ。で、共通テスト終わって次東大本番でしょ。早いよ。これから夏休みが勝負だって言ったのに、もう夏休み終わったらもう共通テスト来て、その後受験なの。もうちょっと長くやってほしかった。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.